山炮带你看世界，没有去过富士山，可以先来点富士山雪水做成的酒。位于北海道旭川市，拥有百年历史的酒厂，要喝酒找他们呀。由于不到季节，无缘得见清酒的酿造过程，只能闻闻这些装着陈年老窖的酒桶散发的香气，自行脑补酿酒画面。酒厂内从酒桶到器具摆设，都散发着沉醉的酒香，真是醉了。帅气大叔说，不只是酿酒，酒厂使用的水全部都来自于富士山的天然融水，这满瓶闪闪发亮的酒，再看再看，我就把你喝掉。喝完酒，迫不及待地投入到温柔乡的怀抱。日本最负盛名的温泉圣地 No.1 的温泉旅馆也存在于此。もともと520年前に修善寺のお寺の堂守として宿坊に始まります。その後、宿になりまして現在に至りますが、520年前よりずっと浅場家が一族が続いてきた、宿でございます。そして、現在のこの場所は自然の池、そして山に囲まれ、江湖上一直流传着一句话，没到过阿萨巴就不算来过伊豆。一碗6600的价格让我心里是条，但是住过的都说还想再去。阿萨巴のお風呂はすべて源泉かけ流しでございます。そしてお料理は土地の食材を使った手間暇をかけたお料理で。阿萨巴还是渡边淳一《失乐园》的同名电影取景地哦。这里仅有17间客房，所以请一定要提前预约。ぜひ日本にいらしたら、一度お出かけください。拥有天平时代建筑风格的天平浴池是新景旅馆的一大特色，超日式的百年木质旅馆。标准合适房的价格在3000人民币左右，超适合新婚蜜月小夫妻哦。創業は明治5年、今から144年前から創業しております。建物はご覧通り、日本建築木造の旅館になっています。修善寺温泉は伊豆最古の温泉がある。ですからそこを中心に旅館がこう建っているので、その中の中心街にあるのがこの新井旅館です。客室数が今24部屋でやっておりますが、こういった自然の中に建った建物になってますので、日本でも今では珍しいスタイルの旅館になっています。ぜひ、日本の純和風の宿にお越しいただければ、日本の文化が味わえると思いますので、ぜひお越しくださいませ。是他，是他，就是他！那个春天花香四溢、秋天落叶满地的旅馆，只需要3000元，你就可以住上。住一晚，你不虚此行；住一晚，你人生圆满。秋天来到伊豆，一定不能错过的超大庭院旅馆。私たちの旅館の売りはこの15000坪の庭園でございます。どのお部屋からもこの日本庭園がご覧いただけます。このお庭はもう約100年前ぐらいから。歴史のある、庭園でございますね。この大自然が皆様をお迎えしています。ぜひいらしてください。旅行其实就是吃好睡好玩好。